はい、今日の突撃著書がですけども、こちら、鹿嶋市にあります国道207号線沿いに店舗11月に新しくリニューアルオープンしました、こちら保険クリニック鹿嶋店さんに来ております。こちらですね、たくさんの保険の中からですね、保険の種類を考慮して個人のお客様のニーズに合った保険をですねプランニングしていただけるというふうな会社になります。皆さんご存知かどうか分かりませんですけども、先進医療とは何ぞ、さらにはその先進医療がですね実際にどこで受けれるかとか、それにかかる費用と入院の日程もですね、日付とかも、詳しく聞くことができます。どうもこんにちは。事務受付があってこちらですね、店舗になりますけども、実はですねこちらの方で、我らがシティコムスタッフ島崎が先にですねクリニックを受けております。どうもこんにちは。こんにちは。こんにちは。初めまして。初めまして。はい、こちらが、保険クリニック代表取締役の笠原と申します。はい、どうぞよろしくお願いします。はい、じゃあゆうすけくん、どうやったんですか。大変です。大変、はい、大変でした。ちょっと僕もですね、結婚したので保険を見直さないといけないなと思ってですよ、いろいろ今日お話を聞いてですよ、9社の中から選ばせてもらったんですけど、いろいろ僕に会うのがですね、そしたら一番驚いたのは、やっぱ入院した時の、入院の保険料が、わずか数十円で、6台疾病ですかね、まで保証されたりとか、あと本当数百円の違いで先進医療も受けれたりとか、それに例えば東京まで行かないかんとかの交通費まで出たりとか、そうね、そういうのがわずかな金額でね、本当何百円と何百円の違いやったけんが、知らんかったなと思ってちょっとびっくりやったっすね。そうですね、自分もそこですけど、生命保険の中で入院でどのくらい期間がかかるのかとか、私もですね5日間入院しないと保険が出ないとか、そういう保険にもあったんですけども、こちらですね見ると面白いですね、これです ね、入院でどのくらいかかるのか、生活習慣病における胃がんが27日こう入院の滞在期間の平均です。実は脳関係が100日を超えるんですけども、こういうふうにですね日にちが分かる、さらに入院でどのくらい費用がかかるかっていうのもたくさんの保険がありますので、この保険の中からベストチョイスをしていただけるというふうなメリットが非常に大きいのではないかと思います。しかもですねそういった保険に入るのに2500円とか、ね、2600円とか、そういうふうなですねいくつもの会社の中からメリットのあるものを、一番いいものを利点をですね教えていただけるので、非常に私も感動しました。丁寧にしてもらいました。よかったですね。僕喘息あるんですけども、喘息でも入れる、喘息でも入れる、はい、安心しました。安心したいですね、はい、なんか安堵に包まれたような顔しておりますけど、はい、ということで、じゃあすみません、今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございました。はい、一言ですねよろしいでしょうか。はい、当社の方ではですね、今まで、保険会社生命保険を1社扱っておりましたけども、この度11月に、保険クリニック鹿嶋店ということでリニューアルオープンしまして、9社取り扱うことができるようになりました。その9社の中からお客様のニーズに合ったですね商品をベストチョイスしてアドバイスをさせていただいております。またこちらのシステムを使ってですね、 IQ システムというやつなんですけども、保険会社の保険料、例えば安い順からずらーっと並んで出すことができます。ただ安いだけじゃなく、その差をまた丁寧に分かりやすくアドバイスさせていただければと思っております。保険の見直しやお悩みで、お悩みの方ですね、ぜひ当社までご相談いただければと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。します。はい、こちらの見直しプランというかですね、保険クリニック、相談料がやっぱりかかるんですけども、なんとこのシティコムを見たと伝えると無料にさせていただきます。無料で、はい、保険のですね見直しプランニングが無料でですね、さらに保険の証書とかも見て診察をしていただけるような話もできるというふうな話だったですけども、そうですね、他社の保険会社であってもこちらのシステムに入れて今の内容をしっかりと分析させていただくことができます。はい、ということでですね、この機会にですね無料ですので、シティコムを見たと伝えてですね、保険の見直しされてみてはいかがでしょうか。今日は撮影のご協力ありがとうございました。ありがとうございました。